ああ、やっとこれあれだな、よう連れてな、こうやって一人反省会できるけどさ、ちょっとさ、やっと言えるね、これね、ほんとね。俺さ、他のそのユーザーと違ってさ、別に収益化とかさ、するつもりもないし、これからしないから、もう。しかも、まあ、この年だし、俺も40、今年40なんですよ。だからね、プロになる気はもう今日ない。まず。だからね、君らのね、文句はね、聞く気もない。実際。で、一応ね、これよ、うん、ニコ動では言ったんだけど、俺基本的にね、もうね、リクエストとか聞くつもりない。まず。もうね、好き勝手やらしまってんだ、本当に俺は。で、だから、こういう立場だから言わせてもらうけど、本当さ、文句言うんだったらさ、聞くな。いるな。本当に。なんか前からさ、なんかニコ動でも言われてることを同じこと考えてるか知らんけどさ、から言わせてもらうけど、まずね、見た目のことをごちゃごちゃ言うな。そんな変えらんねえんだわ、まず。そうだろ？そんな見た目がいけ、気にしてさ、見たいんだったらさ、もうね、東京ガールズコレクションでも見てないんだよ、なのよ。別にさ、俺、スタイリストとかついてるわけじゃないしさ、素人だしさ、そんなのね、気にしてらんねえんだわ、まず。君らね、好き勝手言ってるけどさ、俺だって好き勝手じゃ言わしてもらえじゃん、本当にさ、それだったのことにも。そういうもんなんだ、これは。そらさ、まずそれからあれだ、プロの奴らに文句言えないかもしれないけど、俺らみたいなさ、素人にごちゃごちゃ言ってんだろ、どうせな。素人だから物言っていいと思ってんだろ、な。そんな奴らまず見るな、俺の動画なんか。なんの歌詞もねえんだ、あんなの。俺そんな歌も上手くねえしさ。歌うまく歌えって言われてもまず無理なんだ。俺一人でやってんだよ。まあ、こういう趣味だから、ボイトレしたいのは確かだ。だけど、別にプロのプロになるためのレッスンは俺、まず受けるつもりない。俺はさっきも言ったけど、プロになる気はないからな。だから、君らの文句は聞く気はない、まず。もし今後文句言うんだったら、俺は本当これ言わしてもらうけど、どんどんね、あれだよ、コメント消させてもらうから、本当に。プロに目指してるやつにさ、文句言うんだったら別に、俺みたいなさ、そんな気もねえしさ、収益化もするつもりないやつらにさ、文句言うんだったらもうまず見るな。ってことでよろしくお願いします。はい、入れてあげます。よろしくお願いします。ですね。まあ、今回ですね。まあ、よく、あれですね。歌付き動画ね。こうやって上げてて、なんか突っ込むところとかを自分なりに突っ込んでるんだけど、実際。ツイートとかでよくやってんですよ。で、そういうことを、まあ、実は今までね、何回か、ニコ動の方では、まあ、私ニコ動あげれるからさ、そっちの方でよくやってるんだけど、今回初めて、ようつべでやります。ということで、それをまあ踏まえて、じゃあ今回見ていただきたいと思っております。今回ですね、岩崎宏美の、マドンナたちのララバイですね。言えてない。言えてない。岩崎宏美の、マドンナたちのララバイ。ギリギリやね。はい。これを歌わせていただきました。で、今回ね、これね、もともと歌付き動画で撮るつもりだったんですけど、ちょっと間違えてね、ログインしないで撮ってさ。で、これね、実はもう10年ぐらい前に歌って以来歌ったことなかったんですよ。だから記念だから、これをね、消すわけにいかねえから。だから、今回ね、自分のカメラで撮ってきました。歌付き動画を。間抜けな話で、これ。ということで、一回聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、始めます。あなたを守りたい。
ずっと聞いてもらいましたけど、わかるこれ。あなたの、ダララララの後がね、もろい。ものすごくもろい。まあ、やっぱね、皆さん、僕の真似はしないでください。一言言いたい。何かっていうとね、ちゃんと聞いてからやりましょう。俺ね、違うんだよ。俺本当にね、こういうね、何も聞かないで歌うもんだから、基本的に。もうね、勉強も何もしないで歌うからね。だから、これはね、いいの。これで、と思ってるんだけど、いや、よくないけどね。よくないんだけどね。まあ、そんなの気にしたらね、カラオケなんて歌えませんよ、んなの。ねえ、素人なんだから。別にプロ目指してるわけじゃないから。こんなもんでって感じなんだけど、ただこれちょっと聞いてて思った。これはダメだ、ということで まあ一応まあサビはどうしようかな。一応流すか。でもだからいいや。飛ばすよ。多分ね、この後同じことが起きます。勉強してない。学習能力ないやつみたいになってるけど。多少怪しかったよね。でれれ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 
これはね、ここだけだったらね、別にね、いつもツイッターでさ、このフレーズだけ流して、なんかまあ、こういうことありましたって感じでやってるんですよ。僕ね、普段はこんなことしないんですよ。必ず最後の大サビ前まで止めてね、あとは気になるところが、もしこの曲気になるようでしたら、タスキ動画負けてますんで、とかさ、本編聞いてくださいってやるんですよ。今回ね、自分で撮ってるから、もうずっと無期限でやるから、そのフレーズもなしです。あ、まあ、一応まあ、みんな見てくれるのはいいんですよ。だから、もし、聞いてくれる人は聞いてください。別にいいんですよ。で、僕ね、今回最後なんですよ、本当に。今回初めてこの、だから、一人反省会で、これやりますけど、最後、これ聞いてほしい。これ。これなんですよ。何これって思った、マジで。このだから、二つあったのよ、今回だから。ちょっとね 見ててさ、これはね、ツイッターで、一箇所だけじゃないわ。これちょっと、もう、いっそのこと、どこで流そうと思った理由はこれ。二箇所あった。だからね、今回流した。今回動画にした。これひどくない？マジで 皆さん、こっちと、まとめさせていただきます。一言で言います。皆さん、カラオケ動画を撮るときは、ぜひとも、ちゃんと練習してください。僕はしませんけどね。僕は練習する気ないですけど。覚えてたっていうか、過去に歌ったことのある曲に関しては、絶対練習する気ないけど、皆さん、ぜひともこれはやってください。練習はちゃんとしてください。じゃないと、ちゃんとしても撮れません。ってことで、まとめさせていただきました。はい、皆さん。ということで、今ですね、コロナ騒ぎでね、いろいろと大変な思いをされてると思いますけど、私は今日これ撮りに来ました。自粛ムードのさなかに撮りに来ました。ですけど、まあ、それは私の真似しろと言いませんけどね。まあ、ぜひとも皆さんには、まあ、いい、生活をね、
まあ今後送っていただけることを願っております。はい。ということで皆さん、コロナ騒ぎの中、この動画を、しょうもない動画を見てくれてありがとうございました。もし気になる、この曲ね、本編ね、ちゃんとフルコーラス歌ってますんで、声ボロボロですけど、はい。まあ、ぜひとも気になる方は、一応ハイパーリンクの方、載せておきますので、よろしくお願いします。以上、レジャー木村でした。ありがとうございました。